阪急岡本駅に来ています。どうもビリーケンキズです。くらえ。川西市在住のプロレスラービリーケンキッド。金スタバへの金は筋肉の筋ということで、肉体自慢のビリーさんに調査を依頼しました。金スタバへ、金曜日に何か素敵な写真を撮るといいことがあるみたいな感じではないでしょうか。放送日は月曜日です。なんだよおい、今日も金曜日じゃないじゃないか。いや今日は何曜日だ、分からん。じゃあ行きましょうか。行きますか。ビリーさんがやってきたのは阪急岡本駅からすぐのところにあるビルの3階。いいよ。おはようございます。おはようございます。失礼します。どうもビリーケンキッドです。パーソナルトレーニングジムのリズ・フルールです。健康維持からダイエット、そしてビルドアップまで、希望に合わせてマンツーマンのトレーニングが受けられる人気のジムです。あと半分自分に勝つんだ。10、4、よっしゃ。こちらでやっているサービスが金スタ映えということですが、はい、つまりお聞きします。はい、金スタ映えとは何ですか。はい、とりあえずトレーニングしてみましょうか。何ですか。トレーニングしてからお答えします。金スタ映えってトレーニングしましょうね。はい、どうぞ。元気いっぱいのトレーナーに言われるがまま、しぶしぶトレーニングを始めるビリーさん。いっちゃいますよ。はい、10回いきますよ。はい、2、筋トレ、筋肉をお願いしましょう。9、ラスト。さすがプロレスラー、難なくこなしていきます。すると、よし、やっぱり10、2、5、おう。聞こえてきたのはシャッターを切る音。筋肉よ、笑顔ね、素晴らしい。どう、おい、何買ってくるの。プライベートなの。おい、いいビリーさん、うん、これはうちのサービスとなっておりまして、もしやこれが、はい、金スタ映えです。体脂肪率1割減るごとに、うん、プロカメラマンによる写真撮影を行っております。入会した時と比べて体脂肪率が 10% 下がったら、プロのカメラマンが無料でトレーニングの様子や体を SNS 映えする構図で撮影してくれるというサービス。それが金スタ映えです。トレーニングは楽しくやるのが一番継続するので、うん、SNS で皆さん自分で撮ってあげてらっしゃるんで、それをまあいつもと違う感じでプロのカメラマンに撮っていただいて、それをまた載せていただいて、自分のモチベーションにしていただきたいと思ってます。継続は力なり、でも続けることが難しい。 SNS 映えした写真を世界に発信することで、目指せメリハリボディ。